駅構内。駅の上を通るのは、紙の原料である、木材チップを運ぶベルトコンベアである。新富士駅は、北海道釧路市新富士町3丁目にある、北海道旅客鉄道根室本線の駅。JR 北海道の駅番号は、K52、同所にある、日本貨物鉄道の駅は、釧路貨物駅と称する。こちらも、本港で記述する、1977年の新富士駅と、 周囲約 1.5km 範囲。右が根室方面。基本的に貨物扱いが主体の駅であったため、駅舎からホームまで本線を含めて5本の軌道をまたぐ、古戦橋で連絡している。その他駅舎横の帯広側に1本、釧路側に3本の側線がある。駅裏側にも2本の留置線があり。さらに、釧路側には7本からなる操車場のヤードを有している。 帯広側から分岐していた貨物支線はすでに撤去されてカーブ状の軌道跡が残されている。また、鶴井村営軌道は中央左側上より駅前の T 字路左角の青い屋根の民家の裏へ向けてカーブした後、道を横切り T 字路右角の民家の密集したあたりにホームを持っていた。軌道はそのまま右へ直進して次の小道の右角の水色屋根の民家裏あたりに 電車台と車庫を有していた国土交通省国土画像情報をもとに作成駅前にある製紙工場の専用線を分岐させるために開業した駅である。すでに富士駅が開業していたために新富士駅となった。駅名にある富士とは1920年6月13日付で創業を開始した富士製紙に由来する富士製紙釧路工場は当初は原料の木材を 阿寒湖コや阿寒川上流域から阿寒川と、ニニシ川を流走して、工場取水口付近の陸洋毛和から、また釧路川上流からは、釧路川を使って流走して、後の天寧駅の対岸付近、現在の北見団地付近に設けた陸揚げ網場から、抹車軌道で搬入していた。また製品についてもニニシ川河口の専用鉄橋を渡り現在の浜町林口通りと、 ほぼ同ルートを通って釧路川川口の倉庫まで、抹車軌道で搬出していた。これには、莫大な時間と労力と経費がかかったため、新たな駅と専用線の設置の必要に迫られ、1921年6月8日に、停車場設置変更願いを本省に提出して、度重なる陳情を行ったところ、用地及びすべての資金を、 富士聖子が持つこと等を条件に1922年12月18日に許可が出され、1923年12月の当駅及び専用線開設となり、阿寒川流走や馬車軌道は廃止された。また、同時期にオス別対抗鉄道が開通すると、阿寒川流域原木の搬入のための専用線付設を当鉄道へ申し込み、対象15年5月契約締結。 同年11月鳥取信号機及び専用線1692メートルの開設となった。なお、富士静粛白工場は、九州合併により、王子静粛白工場、戦後の財閥解体により十条静粛白工場、さらに合併により、日本静粛白工場と変遷している。かつては、串路開発不当線の起点として、駅の南東に小規模な操車場が置かれていた。 島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームの南北には貨物列車用の線路があり、港内北側にある出入り口からホームへ向かうには、古船橋を使用する必要がある。列車接近ランプとブザーがある。ホームは北側から2番線、3番線となっている。旅客列車は通常一線スルーとなっている2番線に発着し、交換する場合のみ3番線を使用する。 JR 貨物の駅員が配置されているが、旅客窓口業務は行わないため、旅客営業に関しては、釧路駅管理の無人駅となっている、自動券売機などは設置されていない。JR 貨物の釧路貨物駅は、旅客駅北口の東側にある、一面一線のコンテナホームがあり、コンテナ二役線は、着発線、二役方式を導入し着発線となっている。その他、 二役線の南側にも着発線。旅客ホーム南側に即線二線がある。営業窓口の JR 貨物釧路営業所が駅構内に置かれている。当駅は釧路東港にあった浜釧路駅の機能を1989年8月に移転させて開業したものである。また、分割民営化前の1984年までは駅の北側の日本製紙釧路工場へ続く。 専用船が存在した。当時、現在コンテナホームが置かれている場所には、カシャシワケ船が引かれていた。コンテナホームあたり駅は、コンテナ貨物及び臨時車扱い貨物の取扱い駅である。コンテナ貨物は、JR 規格の12フィート20フィート30フィートコンテナと、ISO 規格の20フィート40フィート、海上コンテナを取り扱っている。取扱い品は、発送貨物では、 乳製品や砂糖、魚介類、紙などが主なもの、タンクコンテナによる生乳の発送も行われているほか、苫小牧貨物駅からタンクコンテナで、釧路ガス向け都市ガス用液化天然ガスが到着している。また、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の取扱い許可を得ており、それらが入ったコンテナの取り扱いが可能である。 2013年3月16日現在の運行状況は以下の通り、コンテナ車で編成された高速貨物列車は1日3、往復帯広貨物駅、札幌貨物ターミナル駅方面との間に運行されている。専用貨物列車の発着はない。なお駅は定期の貨物列車発着が日本最東端の駅である。トラック便は1日に往復駐車り、 オフレールステーションとの間に運行されている。串路市統計所によると、近年の発着貨物の推移は以下の通りである。駅は北海道最大の穀物の輸出入拠点である国際バルク戦略港湾の後輩地に立地し、周辺には工場や流通センターが林立している。駅の上空には隣接する串路西港から日本製紙釧路工場へチップを送るベルトコンベアと 新移住を送るパイプラインが通っている。北海道両客鉄道根室本線を楽しけ駅。新を楽しけ駅から新富士駅。釧路貨物駅釧路駅252通りのみ。新を楽しけ駅を通過する。釧路開発不当北不当線新富士駅。北不当駅西高線新富士駅西高駅有、別鉄道鶴野線。鶴野駅から新富士駅。ありがとうございます。